はい、ということでね、今日は何するんですか。2017年ぐらいからちょっと流行って、2018年ももっと流行りそうだなっていうメイクをね、ちょっとまとめてみましたので、今日はそれをやっていきたいと思います。あ、私もだったずっと流行ってきてたんですけど、まだみんながやってるわけじゃないので、今回ね、メルで動画を撮って、ね、流行らせていきたいなっていうメイクをね、やっていきたいと思います。もうね、このメイクさえ知ってればね、クラスのね、人気者になれちゃうよっていう。そうだよ、ピコピコポイントっていうこと、効果音やから。そう、わーわーわー。では早速やっていく。うつむしされちゃいそうはい、ということでね、一つ目のトレンド、眉毛はすっきりシャープに。眉頭から眉山にかけて直線気味にアイブロウをつける。ほのかちゃんがやってくれるんですか。やりますよできるかな。眉山から眉尻はアーチ、アーチ、アーチ、アーチ。眉頭、眉山まで普通するか。はいはいはい。去年は太めが流行、しかし今年は太くも細くもないやや太めな眉が旬に なるらしいです。やや太めだって。次、トレンド2 2 2。チーク&リップはレッド系が主流に。これの方と唇に塗る。うわ、新しいね、これね。リセリシェリップ&チーククリーム。え、これ塗るの、これどこに塗るの。ほっぺと口に。あ、口もね、リップ取ってなかったんで取りますね。うん、あ、馴染むね。かわいい。子供みたいだな。子供です。ただ子供だけどな。口に塗ります。あらわ、鏡を持っていただいてで、このポイントなんですけど、これ一つでまあチークにもリップにも使えるし、メイクにトレンド感だけじゃなくて統一感も出せる。トレンド3つ目、ツヤまぶた。キャンメイクのウィンクグロウアイズの5番。何系だろう、色。アプリコットチェリーチュール。アプリコットチェリーチュール。アプリコットチェリーチュール。ツヤまぶた、色綺麗。お、本当だ。あ、あ、うん、クリームなのにアイシャドウ塗ってるみたい。アイシャドウ だけどね、クリームのアイシャドウだよということで、テクいらずで流行のドゥネツヤまぶたを作れるベストアイテム。キラン。あ、ピカー。はい、今ね、ワンパターン目のアイシャドウ、濡れまぶただっけをやったので、一回落として違うやつにしたいと思います。あと2つあるの。あと2つあるの。はい、っていうことで、ね、トレンド4。ほほ、アイラインやマスカラはカラフルが主流。ネイビーとか、ピンクとかグリーンとか色があるものねを使ってアイシャドウ、目の際にはっきりと塗る。目の際に、なるほど。青を塗るの。ネイビー塗る。程よく目を強調できるので上品レディに仕上がる。青とかどんなんなの。上品。でもあんま濃いめじゃなくて薄めにした。あ、でもわかる。わかりますか。トレンド5。5、囲み目メイク。目の上から目の下までブラウン系のね、アイシャドウで囲う。で、この時に目の下が太くなりすぎないように注意。茶色で囲うらしい。なるほど、囲みます。囲めてるのかな。囲みましたけど。あ、でも囲めてる。囲めてる。うん、この囲みメイクするときはね、結構前メルティビの撮影の時とかに囲みメイクしてたんですけど、あんまり濃い色とか塗りすぎるとクマっぽく見えちゃうので、下まぶたとか。あ、そこを注意してください。このメイクのポイントなんですけど、デカ目をね、演出してくれるので、目のコンプレックスをね、解消してくれるんだってさ。だってさ、だってさ、だってということでね、ネオちゃんありがとう、いっぱい目借りまして全然いつでも貸しますよ。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんもアイメイクいろいろコロコロ変えて自分に合うメイクを探してみてください。チャンネル登録もしてね。グッドボタンもしてね。ピコー。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。プリクラで撮った画像をアプリで加工するみたいな。ネオちゃんの一番になりたいちょっと重い深い意味があるじゃないですか